どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は、後ろにあるように、現在も、実は半導体不足っていうものがですね、なかなか解消されないんですね。その新たな要因、どこにボトルネックがあるかっていうものを、わかりやすく解説していきたいと思います。床屋行ったんだけどさ、下手くそでさ、お米みたいになってるの今。だからそこはご了承くださいと。早速ですが説明していきたいと思います。今回ですね、このトピックを上げる予定ではなかったんですけど、実は対談企画にお邪魔させていただきました。その中で概要を説明いただいたので、これは結構ね、みんなは分かってない部分が多いと思います。そしてですね、YouTube の動画を検索してもなかなかそこの本質に迫ったような動画がなかったので、これいいなっていうことでまとめさせていただきました。対談させていただいたのが、前回に引き続き東芝の大光さんと、あとよくね僕がコラボしてる天野さんですね。前回東芝の大光さんはですね、もうこの人本当に東芝のエヴァンジェリストでミスター半導体と言ってもいいと思うんですけども、この大光さんの力を借りて、半導体の種類、実はこういった世の中っていうのは半導体がありますとか、こういった名称の半導体というのはこういった風に使われますっていうことを解説させていただきました。前回は半導体の種類をお力添えをいただいてまとめさせていただいたと。今回は新たな半導体不足の理由を教えていただきましたので、それを皆さんにもね、分かりやすく説明させていただきたいと思います。そもそもなんですけど、半導体が何なのっていうことはですね、こちらの動画を見ていただきたいんですけども、なぜ半導体不足がこれほど話題になる、要するに NHK のニュースでも取り上げられるし、Yahoo ニュースにも出てくるし、いろんなところで半導体っていうことを聞くようになった方多くなったと思うんですよね。じゃあなんで半導体話題になるんでしょうか。これはですね、サプライチェーン上で必要不可欠な戦略物質へなっているということでございます。サプライチェーンというものは、例えば新しいですね、トヨタの EV ですね、 BZ のサプライチェーンがあったとします。自動車のサプライチェーンがあったとしますと、どういったもので構成されているかっていうと、例えば電池から車の動力に変えるような E アクスルがあったりとか、あともちろんそのモーター以外にもですね、内装品がたくさんあったりとか、シートがないと運転ができませんので、シートがあったりですとか、 ECU ですよね、電気的なコントロールですとか、処理を行うようなエンジンコントロールユニット、もしくはエレクトロニックコントロールユニットが乗ってたりしますとか、タイヤが乗ってると。ここだけで終わりではなくて、この ECU をまたサプライチェーンで見てみると、例えばこの ECU っていうものは基板にいろいろ部品が実装されておりますので、基板ですよね、 PCB があったりとか、コネクターがあったりですとか、そして積層セラミックコンデンサーがあったりするわけですね。もちろんこの基板だけではこの自動車に乗せられませんので、例えばさ、ランクルとかってさ、非常に厳しいところを走るわけじゃん。ね、こんな基板剥き出しだったらさ、壊れちゃうから、こういうような ECU の筐体があったりですとか、この中にもちろん半導体も使われていると。こういう風に、その自動車一つとってもですね、サプライチェーンで繋がってるんですね。そのサプライチェーンの一つの部品が、もう本当に一つだけ欠けてもですね、自動車っていうのは、組み上がらないと。要するに商品にならないということでございます。この自動車に、じゃあそういった半導体どれくらい積まれてるか、搭載されてるかというと、曲がるとかですね、止まるとかですね、そういったものを司る半導体、マイコンと言いますけども、この自動車1台あたりに、じゃあマイコンどれくらい乗ってんのっていうことでございますが、高級車になると100個とかですね、200個乗ってるわけですよ。要するに100個の中のこの半導体のマイコンが1つ足りなくても、自動車組み上がらないと。1個でも不足すれば実装できないんですね。実装っていうのは、この PCB の上に部品をですね、電子部品を置いていくことを実装というんですけども、半導体一つ足りなくてもですね、その実装工程に基板を流せないということになってしまうと。要するにですね、自動車の生産が半導体によって滞るような事態になってきてるんですね。自動車って iPhone とかスマホとか白物家電とかいろいろあるけども、その自動車が結構ピックアップされるじゃないですか。じゃあなんで自動車ピックアップされるかっていうと、自動車産業
自動車産業というものはですね、非常に裾野が広いわけなんですね。非常に多くの部品を使ってるし、量が多いというわけですから、簡単に言うと、そのお仕事にですね、従事している、車関係に従事している方が非常に多くてですね、大きなお金が動いているというふうに言っていいと思います。波及効果が非常に高いと。IT 関連だと、係数がですね、1点何倍とかですけど、自動車になってくると、ものづくりになってくると、それが3倍とかになってくるわけですね。自動車産業だけで、例えば50兆円の GDP、の効果があるとすればですね、その3倍でございますので、実は波及効果としては150兆円ぐらいあるわけでございます。ニアリーイコール人々の生活に直結するというか、関わっている人々が多いわけでございますので、その自動車が作れなければですね、人々の生活が成り立たなくなってしまうと、生活が成り立たなくなる人が非常に日本には多いというわけなんですね。なので半導体が足りないと、自動車が組み上がらんと、そうするとみんな困っちゃうというわけでございまして、騒がれているということでございます。産業界全体の問題として、やっぱりこの半導体が足りないとですね、表面化してしまうと。今までっていうのも、実は半導体が足りない。自動車メーカーも減産ですよね。自動車っていうのはある程度この数作るっていうことをですね、表出ししてるんですけど、その目標値に対して減らすことを減産というわけなんですよね。半導体が不足してたので、減産を強いられていたわけですけども、これっていうのは過去理由がありました。今まではですね、いろんなイレギュラーが重なって供給が停止してました。一つは何っていうですね、具体的な名称を言うとですね、広告が載らないので病気とさせていただきたいと思います。病気の発生があってですね、サプライチェーンが混乱してしまったと。病気が流行ると物が売れなくなるっていうことで、工場で働いてる人等をですね、クビにしちゃったんですね。再度その需要が急回復してもですね、そのノウハウを持った担当者がおりませんので、いきなりサプライチェーンの供給量が回復してくるかっていうと、そうでもないんですね。人的リソースの再分配が行われてしまったので、なかなかその供給が回復しなかったっていう側面もありますと。さらに中国がですね、そういった病気をですね、強制的にですね、封じ込めましてですね、需要が急回復してしまったので、これも逼迫要因の地になってしまったと。そして、まあ、リモート活動ですよね。皆さんですね、この動画見られてる方も、リモートでお仕事されてる方もいらっしゃるかもしれませんが、リモートでお仕事するということであればですね、例えばパソコン周りの電子電気製品をですね、取り揃えたりですとか、家にいる時間が長くなるわけでございますので、白物家電とか、黒物家電もですね、新たに新調したりするわけなんですね。そうすることによってですね、またこれも特需が発生してしまって、より半導体の逼迫具合をですね、押し上げてしまったと。台湾ですとか中国にあるですね、またまたベトナムにあるですね、大手 EMS は非常に大忙しであったと。超高稼働が続いておりました。病気が落ち着くというかですね、その病気があってもこのサプライチェーンをなんとか維持しようというように各国が努めてきたんですけども、ここに襲ってきたのが北米の大寒波であると。マイナス何十度という世界がですね、到来してしまったということで、電気が供給できないということで工場を止めざるを得なくなってしまったんですね。その工場の中にはサムスンとかインフィニオンですね、 NXP ですね、オランダの会社でございますが、大手のそういったマイコンを作っているような半導体工場をですね、止めざるを得なくなってしまったということで、これで自動車に使われるような半導体の供給が滞ってしまったということもございました。なんでそんなね、電気が送れないとか、電気がですね、不安定になると半導体の製造ができなくなるかというと、これは非常に厳しい条件なんですけども、半導体ってウェアに対して科学的な加工を加えたりするわけですよ。で、その科学的な状況を作り出すためには、そのチャンバー内の温度をですね、非常に一定にする必要があるんですね。その精度がですね、例えば業界で最高水準ですとプラスマイナス 0.01 度ぐらいであると、その中で維持する必要がありますので、電気がですね、不安定だとその装置が切れちゃったりするわけなんですね。そうすると温度を一定に保てないので、この電気っていうのは絶対的に必要なんです。これも多大な影響を与えてしまったと。で、さらに日本にとってですね、不幸だったのが、ルネサスのですね、火災があった。3月19日で N3 棟でこれ発生してしまいましてですね、ルネサスに対して多くの半導体を依存していたのがトヨタ自動車ということで、これもまたトヨタの、まあ、生産に対してネガティブに働くことになってしまったと。火災前の生産に戻るまでにはですね、4ヶ月ぐらいはかかったというふうに言われております。これがですね、今までの半導体不足の主たる要因でございましたと。もう一つ挙げるとすれば、実は台湾のですね、大干ばつがあったんですね。要するに大干ばつっていうのは水が足りないと。半導体をですね、作るにも非常に多くの水が必要になってくると。干ばつがあったことによってですね、農作物が育たないと。
やっぱりこれっていうのは生命の根幹をなすわけですから、半導体工場への水の供給に対しても制限を少しですね、設けなければならないということで、やっぱり生産のボトルネックになり得たと。このようにですね、いろいろ実は要因があって、半導体の供給が滞っている部分があったということで、減産体制をしてきたんですね。これはもうちょっと過去のことなんですよ。しかしですね、今もう自動車関連の企業っていうのはですね、稼働がなかなか復調しないというか、今になっても減産をですね、強いられるような状況になっていると。じゃあ、今はどこに半導体不足の理由があるのか。それに関して皆さんですね、なんでその過去のことなのに今も半導体の供給が復調してこないんだ。そういった疑問が多くあると思うんですね。なのでそれを表出しさせていただきたいと。ある国発祥の病気が生んだきしみはですね、未だ収束せずということで、ちょっとニュアンスはですね、これ YouTube ならではでございますので、固有名詞で言えないということはご了承いただきたいと。これなんか最近の記事ですけども、日産ですよね。日産自動車が10月11月の世界生産台数を経過から大幅に減らすことが22日分かったと。世界的な半導体不足が続いているためで、3割程度の減産になると見られると。3割ですよ。製造業で3割その生産台数を少なくするっていうことはですね、非常に大きなダメージということは、皆さん製造業で働いている方が結構見られてると思いますので、まあ、ひどいなっていうイメージを抱かれると思いますと。まあ、想像に難くないというふうに言ってもいいと思います。で、車載関連の半導体の供給の遅れが、やっぱり今でも続いていると。ボトルネックどこにあんねんということでございます。これを東芝の大光さんがですね、わかりやすく解説いただきまして、そこに対して僕が今回補足を付け加えさせていただいたと。理由は大きく分けて3個ございますと。一つは、東南アジアで病気の影響がですね、再熱しているということが一番大きいんじゃないかなというふうに思われますと。これですね、どの病気とは言いませんけど、タイはこうなっていると。マレーシアもこうなって落ち着いてきたかなと思いきや、ちょっとまたひどくなってきていると。ベトナムも収束してきたように見えるんですけど、またまた拡大してきていると。インドネシアなんかは、まあ落ち着いてますけど、ちょっと前まで相当ひどかったというような状況でございますと。で、日本はですね、非常に今落ち着いてるんですね。日本とは対照的にここに来て再度猛威を振るってきているというわけでございます。東南アジアの工場の稼働が、まあ難しい状況がここから読み取れるのかなっていう感じですよね。この東南アジアにある工場で何を作ってるかっていうことが次皆さんが考えられることだと思います。何の工場があるかがやっぱり重要なんですね。どういった工場がこういった国々にあるのかということでございます。東南アジア諸国にですね、半導体の後工程の工場が実は集約してるんですね。後工程って言われると何かわからんという方のためにですね、このような図を準備させていただきました。もちろん半導体っていうのは設計して、そしてその設計をもとにウェアに対して加工をしていく。このプロセスはですね、僕の他の動画を見ていただきたいんですけども、前工程が終わった後に後工程ということで、そのウェハーから半導体チップを切り離して、非常に微細な回路が書かれた半導体をですね、ウェハーチップをこの樹脂にモールドしてあげると。この樹脂材の中にですね、入れてあげると。ここが後工程なんですね。ということで、今はですね、この前工程までは順調に回復してきたわけですよ。しかしながらですね、ここです。この後工程を終えなければ、このチップ単体では使えませんので、絶対に必要な工程なんですね。実はこの後工程の、こういった樹脂に入れることをパッケージと言うんですけども、このパッケージができないような時代になっていると。パッケージする工程を担っている工場が実はこういった東南アジアにですね、集約されているということでございます。例えばマレーシアですね。半導体後工程のですね、一大拠点に実はなっていると。ベトナムもですね、これ、実は半導体も作ったりですね、後工程があったり、実装工程の工場なんか非常に多いわけなんですね。実装工程っていうのは基板に対して、先ほどもお伝えしたように部品を置いていく作業でございますが、この置いていくマウンターチップのラインが非常にベトナムにはですね、多いんですね。結局、基板に対して部品を置いていく工程に使う半導体を完成できないようなジレンマが生まれてしまっていると。このジレンマを大きくしてしまったのが、実は過去のですね、米中貿易摩擦の歪みがあると。今のですね、この歪みを、この米中貿易摩擦でさらに
結果として大きくしてしまったんですね。当時このような今も続いておりますが米中の対立がございました。特にですね、日本はベトナムに工場を移管したんですね。日本経済新聞の記事にもなってるんですけども、部品を実装する工程を SMT と言ったりするんですが、そういった SMT の輸出もですねベトナムに超シフトしてると。任天堂のスイッチとか今ほとんどベトナムで生産してるはずです。中国でもともと作ってたんですけど、チャイナリスクが表面化してきたということで、任天堂はですねスイッチの生産をほとんどベトナムにシフトしたはずです。確かどことの情報とは言えないんですけど、実際の数字でどうなってんねんということを表したものがこちらのグラフになってるんですけども、例えば2009年にはですねサムスンがスマホの工場で実はベトナムに進出していたり、米中の対立の前からベトナムに対してですね電子電気のですね工場をバカバカ立てていたんですけども、この米中の対立によってよりですねその投資が加速していったと。ベトナムからですね中国への集積回路の輸出額を表したものなんですけども、非常に右肩上がりなんです、ね、どのくらいのウエイトを占めるかっていうと、中国に対しての実に 14.2% が半導体回路になっていると。パッケージした後の半導体を中国にですね輸出してるんですね。パッケージ後の半導体を中国等に輸出していることがもう数字から伺い知ることができるわけなんですね。そしてもう一つの国、マレーシアですよ。これも実はですね数字が落ちておりました。数字の出所は下の概要欄に貼り付けておきますが、まず米中の対立があった後ですよね、米国からの投資額がですね過去最高になっていると。ものすごくですね米国から電子電気部門に対して投資が行われたことがわかると思います。そしてマレーシアの電子電気機材輸出における移り変わりなんですけども、もう右肩上がりで多くなってきてるわけなんですね。そして後工程が非常にですねマレーシアに集まっておりますので、半導体のウェハーができたとしてもですねそれをパッケージングが結局できないので、そこでサプライチェーンの歪みができてしまっていると。ということで後工程のみならずですね前工程も半導体ウェハーもマレーシアで作ってたりしますので、そこがある病気によって今やられてしまっているということでございます。このような背景からサプライチェーン上のボトルネックが、これがなければもうちょっと軽症で済んだんですけども、この米中の対立があったことによってより深刻になってしまっているという今の現状があると。これが1個目の要因でございますね。そして2個目の実は理由があります。中国の大規模停電の影響でございますね。これね、日経クロステックさんがこんな記事出してるわけですよ。中国で続く計画停電、原因は電力不足ではなく中国流の脱炭素推進だみたいなことを言ってるわけなんですね。ちょっと話が脱線するかもしれないんですけど、そんなわけないでしょって感じですよね。そんなさ、今中国さ2025で電子部材とかをですね付加価値の高いような商品に対して注力していくみたいなことを言ってるわけでございますので、脱炭素が理由でですね工場の稼働を止めるとかですね、そんなバカなこと絶対しない。中国のまず電気のビジネスモデルがどういう風になってるかっていうと、実は中国のですね電気会社っていうのはほとんどが国有企業なんですね。供給側がですねその国有企業が電気の売買価格を決定することができないんですね。要するに国にですねお伺いをして、その電気に対してどういった価格帯で売っていくかっていうことをですねいちいち確認しなければならないということになっています。ここに対して拍車をかけるのが、実はオーストラリアに対して石炭を俺たちは輸入しないよみたいな感じで圧力をかけてしまったんですね。しかし中国っていうのは世界最大のその石炭の消費国家っていうことはですね変わりませんので、オーストラリア以外から石炭を求めないといけないと。なんでオーストラリアから石炭を輸入していたかっていうと、まあ、ある程度の品質で安く輸入することができていたわけなんですね。しかしその世界最大の消費国ということで、他からですね高く買わざるを得ないと。じゃあその高く買った結果、そのどこに幸せが来るかっていうと、国民だったり工場だったりするわけなんですね。今はですね中国はですね電気を売れば売るほど赤字になるというようなジレンマに陥ってしまっていると。しかもオーストラリアにですね圧力をかけて輸入しないっていうふうに言ってたのに、迂回をして輸入するということで、さらに高コストの石炭を輸入しているというふうに言われています。このですね今その石炭需要も非常に逼迫しておりまして、どのような価格帯になっているかっていうとですね、もう過去最高の価格を更新するような勢いになってしまっていると。追い打ちをかけたのがコンテナ費用も上昇してですね船の取り合いが起こっていると
ということで、脱炭素推進とかではなくてですね、この電気の供給をストップせざるを得ないような状況が中国側にあるということなんですね。止めたくないけど、止めないと俺たち赤字で死んでしまうというようなですね、ジレンマあると。しかし、そんなことはですね、中国認めることは死んでもしないということでございますので、こういうことを言ってるわけなんですね。2025ということで、半導体で世界を牛耳ろうみたいなことを考えてる上でですね、こんな感じで脱炭素するわけがないんですね。というのも、その半導体工場のことをよくわかってれば、これがいかにミスリードだっていうことがよくわかるんですね。中国は2025年までに自国内で消費する半導体の 70% を自国で生産するみたいな目標を立ててるわけなんですね。これ35年だったか忘れましたけど、そういうような目標があるということで、実は中国でも半導体を製造することを推し進めてるわけなんですね。中国の半導体工場を停電して止めてしまうと、稼働に致命的なダメージが出てしまうと。なぜかっていうと、先ほどお伝えしたように半導体製造装置っていうのはチャンバーがあるわけですね。チャンバーって何かっていうと高温層なわけで、温度を一定に保つような部屋があるわけですよ。温度を一定に保たないと狙ったような化学反応をさせることができないわけですから、いきなり電気を止めちゃうとですね、またその温度を一定にするまで時間がかかるわけなんですよ。停電させるっていうことであれば、半導体を製造する工場の電気の供給もストップするわけですから、またそのチャンバー内の温度をですね、徐々に上げてですね、狙った温度にせざるを得ないわけなんですね。ということは、スイッチをすぐオンにして製造ができないというわけでございます。超きめ細かく行っているということで、例えば ASML の、中国に ASML の露光装置はないと思うんですけども、TSMC にあるような、そういった露光装置っていうのは、プラマイ 0.01 度以下のですね、精度で温度を決めに行ってるわけなんですね。ここまでの精度はないにしろですね、プラマイ 0.1 度ぐらいの温度精度が必要なわけですよ。そんなところに停電されたらですね、製造とか言ってる場合ではないと。結論として、停電によって、中国の半導体製造とかですね、生産、そしてぶどまりにですね、影響が出ないわけがないんですね。ということで、これもですね、中国で半導体が作れないということであれば、他から半導体を買い集めないといけないと。そして、自動車の半導体っていうのは非常にキーパーツなんですけども、需要としてはそこまで大きくないわけなんですよ。半導体工場としては、自動車で使われる半導体を作るよりも、他の半導体を作った方が儲けれるわけなんですね。ということで、中国で半導体の製造ができない。じゃあ代わりに作りますということで、そのラインをですね、自動車に振り分けるよりは、その中国の代替生産に振り分けた方が儲かっちゃったりするわけでございますと。ということで、これもまた自動車メーカーがですね、その自動車に使われる半導体をですね、なんとか手繰り寄せるっていうことに対して非常に苦労すると。そこに拍車をかけてるという現状があると想定されますと。こういうようなですね、ねじれたジレンマがあるということでございます。最後の外部要因としては、コンテナ船の奪い合いが非常に過熱していると。コンテナってこういうものですよね。まあ非常に大きな船ですね、乗せていくわけでございます。なんでこのコンテナ船の奪い合いが過熱してるかというと、実はアメリカってめちゃめちゃ人が失業しちゃったんですよね。もう従来の何十倍のですね、失業保険が出されてるわけなんですね。これ実際の数字からそうなってると。ということで、失業保険を一度受けたらですね、その失業保険期間が切れるまで仕事に復帰しないんですね、皆さん。だから、そのコンテナをですね、管理するとか、ガンマンとかですね、コンテナが運ばれてきて、運ぶトラックのうんちゃんとかが戻ってきてないわけなんですよ。はい。ということで、失業保険から湾岸作業員がですね、戻ってきておらず、コンテナの稼働率が激減していると。この激減すると何がいけないかというと、例えば半導体の後工程ですよね。ワイヤーボンディングをするような装置。買ったはいいけど、コンテナが確保できずに、出荷が滞ってしまうと、装置が製造現場に届かない事象も起きるわけなんですね。こういった要因もですね、生産がどんどん上がってるのに、なかなかそこに対して装置が入らないと。ということで、様々な要因によって、今のですね、自動車業界の半導体不足が起こっていると言っていいと思います。ということで、未だにですね、その歪みがですね、歪みが解消できていないような事態になっていると。なので、日産とかですね、トヨタが減産せざるを得ないような状況になってしまっているということだと思いますと。
このようにですね、まあ、世界情勢によって、まあ、新たなボトルネックが出現してしまうと。今そのサプライチェーンがですね、一国で完結するっていうことがほとんどないんですね。世界にまたがってしまってるので、どこかの国で工場が稼働できないという事象が出てしまうと、それが自国の、まあ、他の国のサプライチェーンに影響するというような状況が出てしまってると。今後もですね、これが解消したとしても、また新たなボトルネックが出現する可能性もあるということが言えると思いますと。ということで、いかがでしたでしょうか。現在の半導体不足の要因を解説させていただきました。以上でございます。お疲れ様でございました。はい、実はですね、半導体の解説動画がですね、年末までたくさん出てくると思います。特筆すれば、実は超有名半導体メーカーからの依頼もございますと。楽しみにしてください。どこでしょうね。もうインテルはやりましたから、他のどこかだと思いましたね。そして今回ですね、半導体不足の要因をですね、補足も入れてですね、解説させていただいたんですが、アマノスコープの方では他の半導体関連の話題ですよね。例えば TSMC って日本の何を狙ってるんだろうとか、僕が解説したこと以外でもですね、このサプライチェーンにどういった影響があるかっていうことも話に上りましたし、そして日本の勝ち筋ですよね。どういったところで日本の今後強さをですね、発揮できるかっていうことも、いろいろですね、お二人と議論させていただきましたので、ぜひね、その対談の様子、もうすぐビデオになると思いますので、チェックよろしくお願いしますと。ということで、今回は半導体でございましたが、いつもこのようにですね、ものづくりに関連するトピックを扱っております。製造業にね、従事している方、そしてものづくりが好きな方、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は、ぜひね、チャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。今日ね、一つでも刺激になった方は、いつも通りいいねマークを押して、僕のことをね、応援していただければ幸いで、ございます。そして最後にね、ベルマークも押していただくと、僕の通知が、飛んできます。ね。僕の頭は今日米みたいになってるけど、うん。米だと思った方はですね、ベルマークも押してあげてくださいと。よくわからんロジックでございますが。ということで、次回ですね。次回何やんのっていうことでございますが、次回はちょっと未定とさせていただきたいと思います。半導体関連がですね、11月、12月は非常に多くなってくると思っておりますと。ということで、楽しみに。お待ちいただければ幸いでございます。ということで本日はどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。